主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。みなつきです。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、はい、おもれき第106回です。106。さあ今年の夏は暑かったですね。暑かったね。はい、あのなんていうの、なんか春の頃はさ、あのエルニーニョ現象が発生してて、今年は冷夏になるだろう、冷夏だ冷夏だって言ってましたね。言っててさ、梅雨の時も結構寒かったじゃないですか。で本当に冷夏になるんだろうなと思ったら全然ですね。すごいね、猛暑猛暑猛暑で、うん、もうなんかこれ災害ですね。まあね、実際亡くなってる人もいますからね。いっぱい死んじゃってんでしょ。うん、大変ですよね。これオリンピック前も喋ったけど、オリンピックもこの一番暑い時期にやるじゃない。2020年のオリンピックも7月の末から8月の上旬。へえ、大丈夫なのかな。あ、国立競技場も大変だしさ。そうやね、エンブレムも大変だしさ。あ、盗作ね。うん、私甲子園なんかもさやってるじゃない。やってる、死んじゃわないの、大丈夫なの、問題にならないの。ああ、ねえ、あまり大してスポーツに興味がないので、そういうとこばっかりになるんですけどね。ああ、そうか、オリンピックはこの時期か。そうなんです。ああ、ちょっとね、確かにね、ヨーロッパから来た選手なんかぶっ倒れるかもしれない。ねえ、この湿度が高い暑さは日本独特なんですよね。独ですよね。ね、ちっこいもんね、暑さは。ね、今日はね、水月さんちもでこう収録をしてますけど、はい、自慢ですけど、ケリーさんとこはクーラーなるものがないんですよ。はあ。はい、あ。暑いんです、うち。暑いでしょ。はあ。異常でしょ。よくやるよね。でも、本当ね、この猛暑の時期死ぬかと思いましたね。いやー、昼間がきついでしょ。昼間はね、スーパーに行ってる。買えよ。とか、スタバとかさ、喫茶店とかね、本屋で1時間うろちょろして、次喫茶店で2時間ぐらいコーヒー一杯で休憩して、ほんで、スーパーうろちょろして、夕方帰るの。あんなのだってもうほとんどきっと予備工事みたいにしたんでしょ。あんなんだ、アパートっていうか部屋だから。でもさ、4、5万出しちゃあるじゃん。まあね、だけどいいの、なんかそうぶつぶつ言ってるんだけど、結構もうピーク過ぎたら朝晩涼しいじゃん。まあね、まあいいやと思って、それなりに月日が経っちゃって。ああ、もうね、何年もやってるもんね。はい、で今はなんちゅうの、夜はね、裸で見せダメね。あ、そういうもんなの。やっぱね、服、ジンベエとか、ああいう、はあ、捨ててことか、はあ、やっぱ一枚着ると暑さがなんかこう吸収されて涼しいのと、はあ、あとアイスロン、はあ、アイスロンを抱いて寝てますね。はあ、で2つあるんで、夜中暑くて目が覚めると帰るの。帰るの、うん。病人みたい。うん、そうやって過ごしちゃった。うん、ああ。でもさ、昨日ポスト見たら、電気代の今月の電気代で、電気屋から紙入ってるじゃん。請求書ね。うん。あれ見たらね、今月の電気代ね、2300円。ああ、すごいね。いや、もうこの時期はひどいよ、電気代。うん、すごいけどね。なんか友達はなんか 暑いのダメな人なのね。でそのちょっと前まで節電ささやかれてたじゃないですか。あ、今もそうですけど、ね、うん、なんか自分家の庭に家庭用原子力発電所欲しいって言ってたよ。もうね、わやなことを言ってましたが、まあね、昔は本当こんなに暑くなかったのにね。どうなのかな、まあね、熱中症等ね、気をつけて、ね、そうですよ、涼しいところでおもれきをお聞きください、うん、さてですね、今回もですね、猫特集です。
引き続き引き続き、ね、にゃんこ特集です、うん、かわいいにゃんこにゃんこさあ、あの江戸時代にですね、うん、こう猫ブームってのがあったんですね。でこう皆さんも猫のイラストのイラストじゃない、猫の浮世絵とかって猫が登場する浮世絵って見たこと一度はあるんじゃないかなと。浮世絵ね、はい。で、あの浮世絵に限らずですね、猫にまつ、いわゆる猫グッズとか、うん、なんか猫、まあ、ともかくですね、もう江戸時代は猫ブームといっても過言じゃない。猫びいきの僕としては思うわけで、うん、ちょっとその江戸時代のですね、猫ブームをですねちょっと紹介しようと思います、うん、はい。でこの猫ブームの中にはですね、こう化け猫ブームっていうのがあるんですね。はあはあ、元禄年間ですから、17世紀ですね、うん、17世紀の終わりから18世紀の初めぐらいに、化け猫ブームが起こるんですよ、うん、でこれはですね、猫の所作という本が出るのね。猫の所作、所作、うんうん、これはね京都の宇治田っていうところで、うん、浄瑠璃で、下関猫魔たち、猫に悪魔の魔に、うん、お友達のたちですねっていうのが演じられて、うん、これらこの辺がねきっかけでね猫ブームっていうのがこう始まるんですよ。ほう、うん、でこのいわゆる猫がこう化け猫になるというね、うん、こう話っていうのが多いんですよ。化け猫って昔からいるじゃない。そうですね。で化け猫っていうのはなんで猫は化け猫になるのかというのをちょっと触れておきたいんですが、うん、昔はですね猫は年を取ると猫又という妖怪でいいのかな、うん、妖怪になって、怪しいなんかこう妖術を使うとか、そういう風になるとこう信じられていた時代があるんですね、うん、でこういう伝承が、江戸時代に入って、ちょっと進化してこう猫股が女性とか老婆に化けるような、なんかいるじゃん、十二人への猫ババアみたいな、うん、とかが出てきたりですね、あと猫が油を舐めるようになると、うん、猫股に変化した証拠といういわゆる都市伝説ですね、うんうんうん、なんてのが出てきて、こういうのがこう、まあ、化け猫の元祖的なものなのね、考え方の。で、そこで、元禄時代に、猫の所作ブームが、起こって、まあ、化け猫ブームになってくる。で、この化け猫のイメージの元禄時代に出来上がった、化け猫と女三の宮のイメージが強いようですね。うん、女三の宮、あれですね、源氏物語。源氏物語ですね。うん、のものが、つながっているそうです。うん、で、まあ、そういうのが、こう、ブームになって、化け猫の浮世絵っていっぱい、こう、出てるわけですよ。ほう。でも、いっぱいそういう本がですね、出てるのよ。うん。
でいっぱいそういう浄瑠璃とか歌舞伎なんかが、うん、上演されたりとかね、してた時代がありました。で、さらにですね、この猫ブームをもっと盛り上げるのが、歌川国吉さんの、うん、猫の浮世絵。これが、猫ブームを盛り上げてきます。もういっぱいな、なんか猫が人間の形、うん、なんていうの？擬人化。擬人化した浮世絵がいっぱい描かれるんですよ。うん、で、それがまた可愛いのよ。なんかさ、猫がさ、いっぱいさ、合体して人の顔になってる浮世絵とかさ、うん、なんか、わー、可愛いね、その絵。なんか猫が、なんか、しなやかな体で、ひらがなを作ってたりとかさ、うん、なんかいっぱいそういうのがね、出されてですね、この、国吉さんはものすごい猫好きだったそうね。で、この浮世絵が、こう、彼の主力商品として、出てきます。で、この国吉さんがね、こう、描いた猫はですね、なんでこうやってブームになってきたかというと、天保の改革がきっかけであると、されていました。ほう。ただ取り締まりがなんか厳しくなったの？どういうこと？あ、そうか。要するに風紀を乱すから、はいはい、役者の絵とかそういうものはダメだと。うん、でそれを代わりににゃんこさんにしたみたいな。天保13年の6月役者絵禁止令、以前に国吉がすでに役者の似顔絵の、絵を手掛けていたんですが、取り締まりが実質的に緩んだ弘化4年、1847年に入っても、多数制作されており、改革以前にこの動きが始まっている。役者の絵を描いちゃダメなの、天保の改革の時に。まあ贅沢品とかね、そういう風紀を乱すようなものはダメだということですよね、改革は。で、そういうので猫にして、歌舞伎を演じてるにゃんことか、そういうのを出して大当たりしていくわけですね。で、で、この、猫の浮世絵の中でも役者を猫に見立てた猫の百面相、はあ、だからその本物の俳優さんを猫にアレンジして猫化して、はあ、っていう絵が、ものすごくこうブームというのか、うん、盛り上げたそうですね。うん。うん、で、この百面相、まあ私たちも変身願望みたいなのがこう、あるのが、こう、うまいこと人の心に、こう、合致したんじゃないかと言われています。うん、まあでもそうだよね。こう、僕たちでもこう、僕たちも幼い頃猫ブームってあったじゃん。幼い頃、なめ猫、なめ猫、ああ、いっぱい免許証持ってたもん。ありましたね、シールとか貼ってたね。なんか最近もちょっとたまに復刻してやってますね。あるじゃん、うん、かわいいよね、虐待だとか言って、ね、って言われてなくなっちゃったんだよね、うん、そんなことないのにね。はい、でね、これ浮世絵もね、多分ね、いろんなの探したら、ネットなんかで探したら、猫の浮世絵なんか、いっぱい出てくると思いますが、うん、あとですね、他にもこう、
こう、なんでしょう、歌舞伎や浄瑠璃でしょ、うん、浮世絵の他にもね、江戸時代ではですね、猫はですね、江戸時代の人々は猫は恩返しすることがあるということを信じられていまして、うん、縁起のいい、そういう意味でも縁起のいい、福の神的なね、こう、生き物でも、存在でもあるという思想もあって、養蚕農家、お蚕さん、やってるとことかは、猫いっぱい飼ってたのよ。蚕を狙うネズミを減らすために、ネズミを飼ってて、それはネズミの害が少なかったら、いっぱい生糸が作れて儲かるわけじゃん。そうやね。だから、富をもたらすものっていうね、そういうイメージもついてきて、それから、こう、猫は福を招き寄せるで、招き猫とか、うん、福猫とか、そういう猫の猫グッズ。グッズ、はい、猫グッズブームもこう幕末の文化年間だから、結構まだ幕末とは言わないのかな、文化年間19世紀の、うん、まあ、初めの頃には、ね、うん、こう招き猫ブームみたいな感じで、こう猫の置物がラッキーアイテムとして、うん、こうブームになるんだって。でこれちょっと資料的に江戸時代の招き猫とか、うん、かわいいね、かわいいねこれ。伊勢神宮の内宮のとこにさ、はい、おかげ横丁ってあるじゃないですか。門前町ね。はい、うん、門前町、まあ、門前町じゃない、おはらい町って言うんですよ。うん、であそこにね、ま、猫グッズ屋さんあるんですよ。招き猫いっぱい売ってるのか。あそこね、あの一角が、あの一角が、そうか、はいはい、おかげありますね。赤福の、ね、あ、そう、はいはい、あれ赤福さんが作ったんだけど、はあ、あそこ大好き。あ、そう。招き猫いっぱいあって、はあ、全部買いたいんだけど。まあ、大きいやつ結構高いでしょ。高いよ、うん、だからやっぱこうなんていうの、今も昔も、まあ、招き猫ってね、うん、こう縁起のいいキャラクターグッズだから。そうやね。これもこう定着するのはこの19世紀の初めの頃にこうなってくると、こう本当江戸時代のさ猫が好きなんだね。江戸の人が。うん、江戸時代の人は。うん、これでもさ、こう猫猫猫猫言ってますけど、犬は人気なかったの。でも犬もなんか狛犬じゃない、なんだっけ、犬のおもちゃあるよね。ああ、張り子のやつね、犬とかね。あんまりそんな感じぐらいしかない。それはそれなんだ、里見八犬伝とか。ね、いろんな脚本でも犬っていうのもあるし、なんか犬って悪いイメージだ、狼だしさ、まあ犬ってね、あ、まあ、別称になるしね、犬侍とかね、犬って言われるとあんまり良くないっていうのもあるんでしょうけどね。なんかみんなね、こう猫に夢中な感じだったみたいです。で、あと歌川国芳さんもそうだし、あともう一人この同じ時代にこう猫で浮世絵で結構売れたのが、もう一人歌川広重。ああ広重？広重だっけ？歌川広重って安藤広重でしょ？あれなんかさ、このさ、国吉さんがなんか猫がさ人間化して、うん、なんか可愛いなんかキャラクター化されてるけど、うん、浮世絵でそのそんなんじゃないけど、こう景色の中にこうなんか猫がこうなんちゅうの窓から、はい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 、縁側から猫が景色を見ているとかくつろいでるみたいなオブジェとしてね、うんうん、こう
いう猫を題材にした浮世絵は広重さんが、まあ、風景画とかが多いですよね、初代広重さん、歌川広重はそういうこう何ていうの、これはこれ今見たのは吉原の遊郭の窓から外を眺めている白縁猫、うんうん、これ見たことある。あ、そう、本物はないよ、うん、でなんかこの浮世絵って見たこと、あ、これ知ってるっていうような、うん、感じで、こちらも、うん、そう、猫としてはこう有名なものだったみたいですから、まあ、今で言うとあれかね、コミックみたいなものかね、ドラクロみたいなもんかね。どうだろうな、もっと、いや、もっと大きいんじゃないの、テレビとか、あ、そうか、そういう位置づけなんじゃないの、今で言えば。そうだよね、浮世絵ってそうだよね。だからこう、すごだって、こんな、なんか一個欲しいもんな、この猫の、かわいいのに、なんか、化け猫とかちょっといらないけど、なんかいっぱいこう猫がいて、楽しいな、なんかこれ見てると猫飼いたいなって思うんですよね。はあ、家で？うん。だけど、ちょ、一人暮らしだから猫、ペットなんか飼えないじゃん。ああ。ましてクーラーのないうちだからさ、熱中症で、ね、帰ったら猫死んでるよね。旅行も行けないしね。そうなんだよね。なかなか厳しいよね。なんかね、まあこう江戸時代ね、こうものすごい猫ブームがあったよというのをこう知ってほしかった。そんな回でございます。なるほどね。はい。ね、これ以降もあの明治に入ってもこう猫グッズって結構その招き猫以外でもなんかこう子供向けのスゴロクとかも猫になってたりとか、あ、うん、こうずっと近代化されてもこう猫の浮世絵みたいなのってのはまだしばらくですね、こう続いていきますよ、うん、ね、こうとても愛されてる猫の話でした。はい。はい。では続いてお便りに。あ、お便り。はい。はい。行きましょう。これは右さん。右。はい。いただきました。はい。配送業の傍らいつも楽しく聞かせてもらっています。うん。このお便りが読まれる頃にはそろそろ放送100回目を迎えている頃でしょうか。毎週しっかり更新されるおもれきは、各週更新が多い私の聴取リストの中で貴重な存在です。さて、先日の国勢調査には間に合いませんでしたが、私は新潟県の上越市という町に住んでいます、うん、私の町にはとても有名な歴史上のスーパースターがいます、うん、水月さん誰だか分かりますか。上杉謙信でしょう。そうです、越後の龍上杉謙信公です、大河ドラマ風林火山以降は毎年謙信公を演じた学徒さんに出演していただいています。何に、お祭りの、なんか祭りとか来てもらってます、うん、なんかしてますね。あ、本当だ、はい、道沿いを埋め尽くす女性たちからの親方様という黄色い声や狩り犬姿で白馬にまたがり疾走する学徒謙信公は大変美しく見応えがあります。うーん、私は結婚を機に神奈川県小田原市から上越市に引っ越してきました。共に戦国時代を代表する城下町で町の雰囲気もとてもよく似ています。小田原から離れるときはまるで上杉景虎にでもなったようだ、うん、などと思ったものです。長文乱文失礼いたしました。暑さも厳しくなる時期、お体に気をつけ楽しい放送をお願いいたしますといただきました。はい、ね、上越の越後新潟ですね、はい、うん、風林火山、あれ僕はあっちのイメージが最近強い。天地人の名前かでしょ、うん、安倍博、ああ、上杉謙信、そうでしたね。あれかな、僕は最近は。うん、うん、うん、うん。
ガクトはね結構評判良かったね。あ、まあなんかねちょっと剣心のちょっとこうなんていうのかな、ああいう雰囲気がねイメージに近いんです。ちょっと戦国バサラみたいな、ちょっと今時のねイケイケにはぴったりあったんじゃないかなと思いますね。神奈川から上越にお嫁に行ったんだ。ああ小田原からね。うん、うん、ね、あの新潟ねお酒美味しいからいいよね。そうですね。はい、続いて N 氏さんからいただきました。 N さん、はい、N 氏さんこんばんは。水月さんの大好きですよ奥さんにはお受けしてしまいました。まさかそんなリップサービスをしてくださるとは。私も奥さんなのでキュンキュンしてしまいましたといただきました。はい、評判良かったみたいだよ。良かったですね、セクシーボイス。これコーナー化する？あ、毎回なんか言いましょうか。着何度か着ボイスね。じゃあ番組の終わりに最後水月のセクシーボイスで。もういいです。はい、はい、怒られます。はい、続いて博士さんからいただきました。うん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。残念なことにおもれきのリスナーさんに出会うことはまだありません。缶バッジつけてもらってるんだけど、はい、はい、ところでオープンカーのオーナーの集まりで、うん、歴女で同じ職業の方から歴史がいいよと教えてもらいました。これバンドのことですね。もしかしたらご存知かもしれませんが歴史縛りのバンドです。コミックバンドを装っていますが本気のバンドです。特に貝から稲作、年貢 for you など面白い曲ばかりです。椎名林檎や斉藤和義、畑元博なども、コラボしています。興味が湧いたらぜひ聞いてみてください。私は歴史を教えてもら歴史バンドを歴史を教えてもらったのでお礼におもれきを教えました、うん、というふうにいただきました。はい、歴史ね、以前も前少しね触れましたね。はい、はい、私もレンタルで全部借りました。あ、全部借りたの。はい、すごいね。僕お気に入りはね、甘えん坊将軍。甘えん坊将軍、はあ、うん、甘えん坊っていうか、時々、10日に1回ぐらい頭の中で回ります。僕は金田永年私財宝。あれ名曲ですね。金田永年私財宝ね。うん、うん、であれニューアルバムとか出ないのかね。あね、今最近なんかライブとかやってますか。やってますね。まあ、ライブなんかすごい人気らしいですけど、ね、チケット取れないって言ってました。あ、そうですか。うん、ちょっとおもれ疑惑とか作ってくれないかな。まただ呼んでくれないかな。妄想で、はい、で私たちもちょっとチェック済みですので。もちろん、はい、ありがとうございます。さて続いてクジラさんから。さん、はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。今回は妄想大河上杉鷹山の続きをメールさせていただきます。これあのクジラさんが勝手に妄想してるやつですが、前回お便りした時のキャスティングでは、主人公の上杉鷹山を小泉孝太郎と言ったら水月さんが否定されたので再考しました。伊藤英明はいかがですか。あ、伊藤秀明って海猿の人か、うん、はい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 、いかがですか。あ、なるほどね。まあまあまあ小泉孝太よりはいいと思いますね。はい、はい、そうですね。あと上杉鷹山の改革を推進した竹俣正綱って人を、うん、唐沢俊明、うん、野崎義政を江口洋介、はあ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 、なんとこれ七家騒動、七家騒動、七家騒動を起こした抵抗勢力の面々の、うん、須田光武を、うん、岸辺一徳、一徳、一徳、うん、芋川信親を、うん、江本明、うん、その他五人を伊武雅人、中尾明、うん、国村淳、うん、佐渡井健太、うん、木下宝華、うん、でいかがでしょうか。女性はまだ考え中です、うん、ってことですが、なんかこの
反対勢力は濃いね。ああ、こっちはいいと思いますね。これはいいの、うん、いいと思います。敵役は竹の又が唐沢かな。もうちょっとこう悪のある人の方がいいと思うんですよね。竹の又さんってどんな方なの。で、まあ、彼がまさに本当に実務のなんか改革を推進していく実務の人ですけどね。でも表に立って、うん、わーわー。そうですね、本当に彼は中心的な役割をする人なので。そうすると今のこう政府でいうと森元首相みたいな感じで、あんな人じゃない。もうちょっとくどい感じ、濃い、なんだろうな、ちょっと違う気がする。そうです。また余計なこと言った、はい、OK、 おりませんでした、はい、さ、また考えてください、はい、さあ続いて日和さんからいただきました。日和さん、はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。先月見つけてポッドキャストに残っている配信分を全部聞き終わりました。面白くて他の番組そっちのけです、うん、追いついたのでお便りをさせていただきます、うん、お便りテーマの方にいろんな書いてもらいました。おすすめの歴史漫画、歴史小説ですが、日和さんはね、イザベラ・バードの日本紀行を挙げてくれてます。明治10年にイギリス人女性が東北を横断するお話です。感動も嫌なことも素直に率直に書いているので、その当時の日常がぎっしりと読めます。旅は悪路で、梅雨の時期で大雨に打たれて、宿は蚊と蚕、はい、飲みか、うん、あ、飲みね、飲、うん、みですね、蚊と飲み、襖の穴からもの珍しく覗く人たち、うん、その中で文句を言いながらもガツガツ進んでいく姿は感動しましたと、うん、いうですね。これ今さ、この、うん、イザベラ・バードの日本紀行をコミック化されてんだよ。あ、漫画あるんだ。うん、ただ1巻までで、日光ぐらいまでしか出てないんですけど、私買って読んでます、今。漫画で読んだの？うん。うん、あ、そう。ダメ？ダメ。文章の方がいいの？いや、すごい読みやすいしね、面白いです。それ日本語訳されてるの？もちろん、もちろん。なるほど、読めるわけねえ。あ、そうです、うん。結構ボリュームあるの？あります、あります。まあ、なんかね、奥地機構とか4つか3つぐらいありますけど。ちょっとコミックで読んでみて、あ、面白いと思って、うん、いつか、多分、いつかネタにしようとちょっと思ってたもので、うん。文章の方が面白いと。あ、そうですか。うん、で、あとね、戦争の体験談もいただいてます。うん、前に世間では、裸足の弦を図書館に置くかどうかっていうのが問題になっていたので思い出しましたが、うん、小学生の頃、原爆投下後の病院の治療の映像など、結構トラウマになるのを授業で見てました。今はあんまり見せないそうですね。戦争を経験した人が少なくなっている今こそ学校でこういうことを教えるべきなのかなと思いますと。まあ、いっぱい見ましたね、この戦争の。いや、もう散々見ましたよね。え、うん、まあ、トラウマになるってほど、まあね、で今でもさ、ちょうど夏になるとそういう戦争とかダメだよ、うんとかってパネル展とかさ、ありましたね、まあ、大小さまざまなのもやってるじゃないですか。で、うちの町も原爆のやつのパネルが展示してあって、市役所に、うん、まあ、見てたけど、まあいつ見てもリアルね。まあね、生ですからね。まあでもやっぱり、ね、どうなんだろう、僕らの頃はまだ戦争って終わって間もない、間もなくもないけど、間もないの、間もなくもないけど、でも生きてる人もたくさんいた時代じゃない。いや、全然いました。でも今ずいぶん減ってるわけじゃんね。まあね、もう本当に8割は戦後世代になってるから、まあ歴史として伝えるのか、ちょっと本当切り替わってくる頃なのかな。まあまあ、まさに今そうでしょうけどね。でもさ、本当にさ、第一次世界大戦なんかもう本当歴史の話じゃん、100年前。あ、一時はね。うん、第二次だってやっぱそうなっちゃうんだろうしさ、うん、うん、
風化させちゃ良くないと思うけど、あり方見方もできてね。まあまあね、その記録のあり方っていうのは変わっていくでしょうね。だろうね。なんか今ほら今年戦後70周年だから、なんかいっぱいその戦争もののドキュメントとか報道とかよくやってたじゃん。半分ぐらい見逃しちゃうんだけどね。いや全部見てらんないですからね、いっぱいやってる。なんかさ NHK スペシャルなんかさ、はい、あれ毎回日曜日の9時とかにやればいいのにさ、変な曜日とかにこういう時やるじゃん。あでいっぱい取り逃ししててさ、うん、あの見たいのいっぱいあったんだけど半分見逃しましたけどね、うんうん、まあまあ、でもこの時期この夏の時期だけ戦争の話するってもいかがなもんかなって思わない？まあでもね、なん、まあ、そうだからそうなのかもしれないけど、まあ、一番近しく感じるよね、戦争っていうのは8月っていうのは、ね、ちなみに今収録してる日今日終戦記念日でしたね。今日そうでした ね、うん、もうすぐうーって なるさえね。いやならない、ならないですか？甲子園だけ？甲子園、 あなたの町はなるの？知らない知らないちょっとこんな時代なんだよね。うん、はい。役所なんかあれでしたよ、日の丸に喪章がついてましたよ。あ、そう、うん、あね、あの時代ね、ちょっとどういう風なのってやっぱ私たち大人も考えていかないといけないんでしょうね。70年ですか、うん、まあ歴史だね、もうね、うん、はい。続いてナビーさんからいただきました。ナビーさん、はい。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。ドーハの悲劇の地カタールより2度目ましてのナビーです、うん、お久しぶりです。おもれき配信もうすぐ100回ですね。すごいフライングしちゃいますがおめでとうございます。お便りいただいた時は配信100回前なんだけども、うん、読んでるのは100回の後ですね。めちゃくちゃですね、はい。さてさて、天井の虹というね、漫画がありますが、うん、その漫画好きとしてはやはり妄想大河にレビューせずにはいられません。天井の虹はあの持統天皇を主人公にした、うん、はいはいはい、里中真知子さんの漫画ですが、はい、これを聞いて一言、楽しい、その場に混ざりたかったです、うん、私的には、主人公かな、菅野美穂ちゃんバージョンで見てみたいですお嫁に行くまでは誰か子役に演じてもらって、続いてからはずっと菅野ちゃんで、ね、ご主人の天武天皇はこれ何でもうちのうちの西洋、うちの西洋ね。だ、ま、なんか西洋違う。あの風林火山のあの主役やって、そうそうそう、主人公ですね。風林火なんかしてちょっと謹慎してた人だよね。なんかスキャンダルにあった。ああ、なんかあったね、そんなの。はいはいはい。あ、今度のあれでしょ？何？真田丸で徳川家康やるんだよね。あ、マジで？うん、へえ。そうそうそう、家康、うん、あ、そう、はい。で、父親の天智天皇はもっくん元木正宏で、はあはあ、で息子の天智天皇の息子の大友の皇子を神木隆之介君に繊細に演じてもらい、うん、藤原の鎌足りか不人あたりを堺井正人、ああ、菅野ちゃんと地味に夫婦共演なんていかがでしょうか。なるほどね考えるのがすごく楽しいです。次のネタが待ち遠しいです。坂井正人、ちょっと僕の中では羽ばたりとか吹人とはちょっと違うな。そう、うん、あの持統帝の勝野美穂でもまあいいかなとは思うけど。誰だったんだっけ。小野町子。ああ、そうか、うん、ははははは。ちょっと坂井正人の線細くないうち、この雪村やるのもどうかなってちょっと思うとこもあるけど、まあなんかしてくるでしょうね。あ、うん、まあ、この人いいと思う。天武天皇は大天は内野さんいいと思う。もうあれはあれで決まったんだ。あれ誰だったんだっけ。ね、うちのケリーさんバージョンは天武天皇はあのほら勘兵衛さんやってた岡田君。ああ、岡田准一。うん。ああ、岡田准一か。なるほど。天武天皇って、天智天皇はね、高橋克実じゃなかった？そうやったっけ？もう忘れた。はい、まだ続きがあります。最近、明智健三郎の本能寺の変431年目の真実という本を読んでいます。うん、これ、カタールにも売ってんの？
いや持ってか。本屋さんに並んでるよね。アマゾンとかで買えんじゃない。買えるか。信長を恨んだ末の謀反だったという定説に光秀の子孫が一石を投じている内容となっているのですが面白いです、うん、秀吉が歴史を捏造したという説も出てくるのですがぜひこの本を読んだお二人の感想をお聞きしたいものです。これは前本能寺の変の時にちょっと増えいやそうでしょ、ね、の長宗我部の話の、ね、うんですね、はい、今まあ流行りというか一番、はい、うん、ブームですからまた何か出てくるでしょうね、うん、そして新しい明智光秀像として大河ドラマに推したいです、うん、はい、メールが長くなってしまいましたがお二人の掛け合いが大好きです。聞きながらついつい一緒に笑ってしまいます。これからも配信楽しみにしていますね。追伸、前回メールを読んでいただいたとき、カタールで何してんのというお二人のツッコミに爆笑してしまいました。こちらには、カタールには主人の仕事で来ています。うん、カタールには家族、帯同も合わせて約1000人ほど日本人がいるらしいのですが、うん、商社、エネルギー関係、銀行、うん、建築などいろいろな業種で活躍しております。あ、だそうです。1000、うん、人もいるのカタールに。僕もね、大学の同期のやつが、うん、なんだっけ、地下鉄だかなんか作りに行ってます。カタールに。カタールじゃなかったかな、確か。アフリカに。アフリカじゃない、中東でしょ、ね、うん、中東に、うん、砂漠しかないのに地下鉄とか作れんの。だってほら、石油があるから金じゃんじゃんあるんでしょ。まああるけど、地下鉄。いや、街はあるでしょ、そら。いやいや、ちゃ地下鉄じゃない。地質的な。違う、なんか、ああいうやつ、なんていうの。パイプ？違う、パイプ？違う。あるじゃん、ほら。モノレールみたいな。無人で走る電車みたいな。ああ、はあ、はあ、はあ、リニモ。オートライナーとか、リニモみたいな。なんあんなやつ、売ってるらしい。この中東で。うん。どうすんの。知らねえよ。まあ涼しいかもね、いいよね。いや、そうでしょうね。もう、何食べてんだろうね。食、こんな中東とかって和食とかゲットできんのかな、日本の食材とかね。刺身なんか食えんのかしら。お好み焼きとか食べたくならない。お好みくらいできるやん。キャベツとか手に入るのかな。野菜はだって向こうほら、だって、ね、空輸してやってるからあるでしょ。だってね、僕もね、アメリカ行った時思ったけど、うん、やっぱ日本に売ってる八百屋さんとアメリカの野菜コーナー、全然違うよ。うん、まあ、そりゃそうでしょうけど。白菜とかね、チンゲン菜みたいなんだもん。アメリカ行ってびっくりしたな。うん、だから結構和食とか恋しくなんないのかな。そうなるでしょう。カールとか食べたいとかさ。あ、お菓子？お菓子もそうじゃない。日本のお菓子って美味しくない？うまいね。ね。うん、ね、またカタールの情報もください。カタール情報、はい、うん、お願いします、はい、さて続いて雨宿りさんからいただきました。雨宿りさん、はい、ケリーさん、みなずきさん、はじめまして。今ではポッドキャストを聞くだけでし今まではポッドキャストを聞くだけでしたが、鉄道の回を聞き、少し前に一つネタを仕入れたのでメールします。大正から昭和の一桁に東京に住んでいた人と話をする機会がありました、うん、今そこで今の JR のことを昔は何と呼んでいたのかと尋ねてみました。答えは昇仙電車でした、うん、それは鉄道省が引いた線路を走る電車という意味でした。番組の中で国鉄の前の呼び方について話題にされていたので一つ参考にしていただければと思います、うん、非常に暑い時期なので体調にはお気をつけください。また何か面白いことがあればメールさせていただきますといただきました、はい、だから鉄道省の時代に、まあの時は商船、商船ですね、ですね、うん、って言ってたのね、うん、これさ、なんかこの間別の話を聞いてた時に汽車と呼ぶとこと電車と呼ぶとこのこの汽車と電車の違いも、うん、これ国鉄の影響ってあるんじゃないの。なんか四国の人ってみんな汽車、国鉄 JR のこと汽車って。いや、まあだって実際汽車だからさ、まあね、電車ないもん。
だけどさ、まあ、今あるけど、ね、三重、僕の三重は汽車というと JR のことで、電車というと近鉄のこと、うん、ああいやそうじゃないですか、でも電車走ってるのも JR だって。いやそうやけど、いやそれだ昔からの言い習わしでしょ。なんでしょうね、うん、なんかそういうのも、うん、その汽車対電車の呼び名も歴史があるんだろうね、うんうん、そういうっていうのをちょっと思っただけです、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いて CCMP さんからいただきました、うん、こんにちは、いつも楽しい放送ありがとうございます。最近水月さんのポロッと出る関西弁に燃えています、うん、大河ドラマの思い出、ケリーさんがよく低視聴率の代名詞にする平清盛が私は今までで一番面白かったです。平安というよく知らない時代設定がファンタジックだったし、何より人間の心みたいなものをしっかり描いていた脚本で、演出がそれをよく表現していたと思います。伊藤史郎、これ何て読むんだっけ、井浦、そのままでいいんじゃないの、井浦新た、あ、そうなの、新じゃないの、新たじゃなくて、あれでしょ、ストク上皇やってたしだよね、ああ、ストク上皇、うん、武井恵美、恵美、うん、これで恵美っていうの、うん、武井恵美など脇役もキラリと光っていました。うん、清盛の成長、栄光、破滅を真正面から描いた意欲作だと思います。吉松隆のオープニングも神です。ケリーさんが花もゆ脱落しそうと言っていましたが、私はもう脱落しましたよ。これ8月の時点ですね、うん、お便りもあったら8月の頭ですが、すでに脱落しましたよってことですね、いただきました。平の清盛が良かった。まあ、いろいろあるんですね。個人的にね、嫌いではないんだけど、うん、前も言ったけどね、役者がね、役に合ってない感じすんだよ、配役のも、うん、若いみんなさ、なんか平清盛とかってさ、あのどうしても義経とかさ、主人公の時だとこう大物な役割が多いじゃん、うん、だってあのタッキーがやった時も渡哲也が平清盛がやってるとか、だからマツケンがあのまんま年取っちゃって、そう、ね、あの入道姿になっちゃうと、うん、なんかねこうパワーが足りないっていうのかなって感じが、うん、で深田恭子もいまいちだった。深田恭子出てましたっけ、あの時子、あ、2位のアガ役で、はい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 、はい、なんか軽かったな。ストーリーは嫌いじゃなかったんだけどな。でもやっぱ複雑ですね、あれね、うん、まあでも結構なんていうの、こう武士の位置づけが変わっていく感じとか、結構まあ僕も嫌いではなかったですけどね、あのね結構ゴミゴミしてるのがすごい批判されたけど、あのね第1回のあのね誇り臭い、そうそう、あの平安系のそれがね問題になってたけど、あれ好きだった、ね、むしろなんかそれの方がいいなって、リアルだよね、うん、あれが本当の900年前700年前の街の風景なんだろうなっていうのは思ったんですけど、うん、ね、あ、いいなと思うと批判されたりね、うん、難しいですね。さあどうしよう、ここまでにしましょう、ここまで、はい、はい、ちょっとペースを上げてお便り読んじゃってるのでちょっと雑かもしれませんが、ここまでにします、うん、さて、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。お便りテーマ、戦争の体験談、国語で習った戦争の話で、歴史が歌詞になっている効果も、うん、募集しています。他にもいろいろお便りテーマがありますので、詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。YouTube はね、20何回分遅れで配信をしております。ああ、はい、はい。
およそ半年遅れぐらいですね。うん、はい、番組配信100回を記念して作成したおもれきステッカー大小一組を、100名にプレゼントしております。ご希望の方は住所と名前、番組の感想を送ってください、はい、基本は一組ですが、もう少し欲しいという方は最大3セットまでプレゼントしています。その旨をご連絡ください。で、頼りが出したのに来てないよとか、もしかして漏れてることもあるかもしれませんので、いつまで経っても来ないなって思った方は連絡してください。はい、はい、ないように気をつけてますが、漏れちゃう方もいるかもしれないので、うん、で、3セットって言ってたのに1セットしかなかったとかという方も連絡ください、うん、はい、はい、お願いします。ではまた次回ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。